はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。日野市のファン様、お手紙いただきました。ありがとうございました。カルカトバシ様、モモティ様、人生に乾杯様、アパー様、おてる様、カズコ様、M 様、シンジ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金の方にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただいている方もいて誠に恐縮であります。ありがたい、ありがたい。今日はやっとですね、16日に抗がん剤打ってしばらくだるーがあったんですけど、腹痛とだるーがあったんですけど、今日あたりちょっと元気になりました。で頭に乗りくっつけてですね、一生懸命こねぐり回したんですけれども、このありさま、なんかうまくまとまんねえなあ。ヘアジェルっつの、ヘアジェル、まあお年を召した方なんかはゼリーって言いますけど、頭のゼリーちょうだいなんつって、私はもっとですね、頭のノリって言ってますけど、なんか頭のノリくつげても今日はうまくいかねえなあ。そんな今日でありました。武蔵野市外国人投票条例否決、14対11だったそうであります。ネットの反応よかったー、あっぶねー。14対11ってなんでこんなギリギリなの。話題になってなかったら危なかった。騒ぎになってなければしれっと可決してたかも。憲法違反だし当たり前だ。こんな法案が出てくること自体が異常。騙し討ちみたいなことまでしたのに残念だったな。これだから消去法で自民選ぶしかないんだよな。自分の住んでる議会も見張っておかないとやばいよ。差別かーとか発狂するんだろうなというような意見ありました。反対14の内訳なんですけど、自民7、公明さん、ワクワク働く2名、一人会派の白川晴美さんって方と下田博樹さんが反対で、賛成がですね、立憲5名、共産2名、自治と共生って会派が2名、一人会派の桜井夏樹って読むのかな、山本瞳っていうですね、方たちが賛成に回ったと。まあ立憲共産とその仲間たちみたいな感じでしょうか。やっぱり立憲共産とはダメっすね。武蔵野市ね、立憲5人いた、26人のうち5人も立憲いてびっくりしました。豊島区は36人中3人なんですよ。まあね、さすがに永田町で一番ずるいと異名を取ったですね、菅直人のお膝元というか、なんというかね、武蔵野2に対して豊島区は4人も共産党議員がいて、まあ、せっせとね、議事妨害してますけどね。立憲が2少なくて共産が2多い。なんだ、豊島区の方がやべえじゃんか。害悪が。なんて思いますけど。議会の生放送、ネットの生放送を見てましたけど、賛成派議員の演説の内容が似たくせえわ、似たくせえわ。同じこと言ってました、同じこと。身近の外国人住民のをですね、引き合いに出して、まあ、知り合いの何々人の誰ちゃんが、みたいな。こんなに頑張ってるのに、かわいそう、みたいなことを言ってました。どいつもこいつも。あと3ヶ月で投票権上げるっていうことについてもですね、じゃあ一体何ヶ月、何年いればいいんですか、切れてました。どいつもこいつも。いや、そのね、投票権与える前提がおかしいだろ。何年とか何ヶ月とか、そういう問題じゃねえだろ。最高裁でもですね、住民とは国民と介されるべきって判決出てんだから、14対11って結構ギリギリなのもおかしいよな。憲法違反だし、最高裁判決も出てんだから、全会一致で否決でもおかしくねえのにね。そもそも出されんのがおかしいよね。市長とか区長とか、まあまあ出す前に、議員さんに聞いて回りますよ。賛成してくれる？つってですね。で、見込みねえときは出さない。なぜなら出して否決されると、これ、
これ以上ない、まあ、市長とか区長とか知事にしてみたら、これ以上ない生き恥赤恥大恥だからです。まあ、引き出されてですね、松下玲子市長ですね、まあ大恥かいだな、生き恥だわな、赤っ恥だな、あはは、一気にオワコン化してですね、舐められまくってですね、あ、市長え、なんか言ってんの、バカにされてですね、八方塞がりで任期中、大した悪さできねえでしょう、もうって思ってたら、産経報道、松下玲子市長は市議会では市民への周知が足りなかったと意見があったと述べ、市民の声をさらに聞き、改めて条例案を検討する意向を示した。まあ、再提出するつもりがあんだわなぁ。まあ修正とかすんのかなって思ってなくしてね。まだ諦めてねえんだなぁ。ネットの反応です。怖っ。恐ろしい執念っていうか、粘着っていうか、しつこさっていうか、ちょっと日本人離れしてるっていうかね。ある意味すごいな。頭大丈夫か。うわぁ。まだやる気かよ。なんで民意を無視するの？まあ、これは議会で否決されたっていう民意ですよね。諦めない、しつこい、筋金入りの左翼、通るまで何度も出す機会、後に引きないから徹底的にやる気だな。周知したらもっと無理だろう。市民への周知が足りなかった、周知してこういう法案なんです、こういう条例案なんですって広めまくったらもっと無理じゃねえの、こんなダメだっていう、市民ばっかで憲法違反でしょだって、この日本人らしくない粘着質しつこさは真似できませんな。左翼と反日外国人の特徴なんですけどね、もうしつこくてしつこくて諦めない。もうね、9条だってさ、平和憲法なんて70年間言い続けて、とうとうそういう風に思ってる人も多くなっちゃったもんね。嘘の上に嘘を重ねて、さらにその嘘の上に重ねて、まあ私の見立てではですね、連中が構築している嘘の層はですね、3万層かな、5万層ぐらいあるんじゃないか、いうぐらい嘘の上に嘘を重ねてますけどね。左翼と反日外国人の特徴、脊髄反射で口答え。これは決して黙らないってことですね。まあ、とにかく何でもいいからギャオって口答えする、逃亡しながら勝ち宣言、謝ると死ぬ。これは謝ると死ぬから逃げながら勝った勝った言うっていう因果関係ありますけどね、根底にはですね、左翼と反日外国人の思考の根底、こういう行動の根底にはですね、私は正しいっていう根拠全然ない、揺るぎない自信なんだよね。なんでそんな揺るぎねえの、なんで無根拠で私は正しいって吠えまくれんの、大声でハキハキと、不思議でならないんだよな。連中にしてみればですね、否決されたのはですね、議員がバカだったとかですね、理解のない市民が悪いとかですね、自民党が悪い、社会が悪い、日本が悪いせいで自分は正しいって思ってるに決まってんだ。だから松下市長も再提出、私は悪くない、この条例案は正しいんですね。左翼連中がこういうやつばっかなのはですね、山岳ベース事件での仲間殺し、ちょっとした意見の違いやなんとなく気に入らねえ、から仲間でも容赦なく、なぜなら私が正しいから、元は同じ共産党でありながらですね、極左の覇権争いでですね、100人単位で殺し合ったですね、中核派と核丸派を見れば一目瞭然ですよね。中核派も核丸派も、俺らが正しいつってやり合ったんだね。小沢一郎はですね、民主党内の政策議論を禁止した理由がですね、全員好き勝手言いやがって、ほっとくと、党分裂しちまうわ、って思ったからです。その伝統は今でも守られててですね、立憲内で政策議論はなされておりません。なので、当たり障りないですね、LGBT とか、
男女平等とかしか公約に掲げられないと。左翼は甘え。これは私の持論なんですけど、実際甘えてんだな、あいつらな。松下市長は今頃ですね、私は正しいのに、能なしの立憲と共産議員が悪い、世間が悪い、社会が悪いって思ってるはずなんですよね。大きな声でハキハキと。こういう思考だとですね、まあ、改善点を見つけることができない。自分は悪くないんだから、悪い点は一個もない。で、悪いところ見つけられないため、進歩や進化が永遠に不可能であります。まあ、治療不可能、予後不良。月日とともに劣化していく立憲と共産見れば QED ですよね。山岳ベース事件や中核派と核丸派の争い見れば QED、左翼は甘えと、武蔵野の皆さん、次は落選させてね、お願いしますよ。この人治んねえから、死ぬまで。この人治んねえから、自分が正しいって思考、社会が悪い、誰かが悪い、予想が悪いっていう思考、なおにから落選させてね。現地から通報もありました。武蔵野で働く外国人活動家の姿。こちらですね。これ左側のやつはですね、まあ撮影者の報告によりますと、保守系外線を妨害に来てた芝木隊メンバーの韓国朝鮮系女性だそうであります。のなんとかヘイト、なんつう考えてですね。で、白い服着てんのがですね、プラカ禁止の武蔵境駅構内で、それやってる高齢女性と。背中曲がってますね、白いダウン着た女性ね。外国人の政治活動禁止されてんじゃないのか、ふざけんなよ。いうことなんですけどね。スパイ防止法が欲しいですね。でも、このメガネの丸顔の女性、朝鮮韓国系ってバレてんだから、まあ、なんかツイッターでも報告がありまして、ああこいつ知ってる、生活保護のくせにベンツ乗ってるなんて通報ありまして、まあ、本当か嘘か分かりませんけれども、外国人の政治活動は禁止されてんじゃねえのか、ふざけんねって話。スパイ防止活動、スパイ防止法、欲しいですね。それやれば引っ張ってきてですね、こういう連中背後の組織や金の出所を尋問できるのにね。背中は随分曲がってるみたいですけど、まあ昔学生運動やっててですね、普通の世界に戻ってくれなかった哀れなご老人なのか、はたまたそういう人らと一緒にさ、外国人なのか、ちょっとわかりません。この違反してる。左翼は法律違反が平気です。甘えてっから。通貨ですね、共産主義者じゃない俺ら、民主主義者が作った決まりなんか、守れかバーって、バカにしてます。思ってます。私らが革命成功させて権力を得た暁にはこいつらの奴隷にしてやるぐらいしか思ってません。なので平気でどんな嘘でもつくし、どんなひどいこともするし、早くスパイ防止が欲しいですね。来年の夏参院選東京選挙区に立候補する予定ですが、国会に行けたらですね、スパイ防止法ないの世界中で日本ぐらいですよ。訴えるつもりです。日本独自のもんとしてですね、日本だけしかやってない。世界中でどこもやってない。9条。何その武力放棄って。ふざけんな。どこもやってねえよ。9条とですね、外国人生活保護。世界中どこもやってない。日本だけ。留学生の超優遇。世界中どこもやってない。日本だけ。なんかもう、やめろって言うつもりであります。公約でですね、多くの国に習って、共産主義の非合法化も訴えます。帝国のためにね。NHK、スクランブル化とかですね。まあ、漫画、アニメ、ゲームなんかの一切の表現規制に反対するであるとか、入管法をもっと厳しくして、難民申請、一回ぐらいしかできねえにしてよとか、で、跳ねられたら強制送還しろ。どっかに港に放り出してくれ。そういうのは合法でできるようにしろ。そういうことも国会で言いたい。当選できたら、まあ公約案ということですかね。まあまあ当選できたらの話なんですけれども、まあ公約案。私の公約案は、そんな感じであります。忘れてた。皇室をですね、死んでも守る、誰にも命令されない、どこからの指示も受け付けない独立した皇室近衛軍もぜひとも欲しいな。
って思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。